ジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。バイザイマー。はい、ということで、アイユダイエット、始めようと思っている初日になります。今現在の体重から、測りたいと思います。では失礼オーバー。97.50。 はい、ちょっとわし自身も驚いております。いや、これやんなきゃね。アユダイエット5日間やってみたいと思います。はい、というわけで、アユダイエット、1日の流れ的には、朝食はリンゴ1個、昼食バナナ2本、さつまいも1個っていう形、夜はプロテインドリンクということで、準備しました。とりあえずは、今朝ですので、私自身の体重を知ってへこんでるところではありますので、このリンゴいきたいと思います。では、イートダックインマウス。いや、やっぱフルーツ取ってないからか、甘みがしっかりきます。朝のリンゴ1個は耐えれそうな気がするんです。ファスティング後は節制せずにひたすらに食べちゃったから、やばいわ。1食目リンゴの方食べました。こちらバナナ2本。意外とやっぱリンゴの1個っていうのは、もう朝っていうのはもうやっぱり持ちますし、昼まで幸福感とか別になく過ごせました。さあ、そしてバナナ美味しい。普段の食生活から考えたら、果物を朝昼取ってるっていう部分では健康的なのかなっていう気持ちになれてますから、それがプラスなのかな。昼ご飯のバナナ2本食べ終えました。夕食であるプロテイン1杯を飲みたいと思います。カフェオレ風味。いや、頼む、美味しくなってくる。せめて一番美味しい状態で飲ましてよ。いただきます。常日頃はコーヒー飲んでるのね、わしは。だから仕事場に向かう時とかに飲めてないとか、仕事終わりで飲めないっていうのがちょっと今ストレスではある。あ、全部水に変えて飲んでるから、まあ唯一わしのこのルーティンであるコーヒーの代わりを果たしてくれてる感じだから、ごくごくいっちゃうよね。この後どうなるかみたいなとこあるんだけどね、夕飯食べた後の。だから今日は急いで寝る。なんとか、早めに寝たっていうのが大きいかもですが、1日目は耐えれて、うわ空腹でどうしようもないっていうのは、なく過ごせました。2日目どうなるんでしょうか。まずは朝一番のリンゴ1個、いただきます。まだ2日目だから美味しく食べれてます。お風呂が沸いたそうです。朝も必ずお風呂に浸かるんです。なぜかって腰痛いから。お昼のバナナ2本いただきたいと思います。2日目、家に帰ってまいりました。帰る道中歩いて帰ってきたんですけど、その有酸素運動をすることが目的だけど、その間にやっぱりこうスーパーとかご飯屋さん通り過ぎるから、今日何食べようかなって考えてる自分がいて怖かったです。だってこれだけの一日ですから。はい、ゴーティチインソー様、今日も早めに寝て空腹前に寝れたらなって感じ。はい、3日目の朝になります。昨日もね早く寝たので空腹感は感じずに終えました。3日目の朝、リンゴ1個ですけど、もう切って食べやすく、して今日はいただきたいと思います。やっぱ皮がないと食べやすいね。でも皮の部分に栄養があるとも言うしね、難しいところだね。はい、というわけでお昼のバナナ2本です。果物の糖は入れてるから空腹にもならない感じ。そうよね。この1ヶ月なんかは夕ご飯食べた後とかも
スナック菓子とか食べてたし、それを抑えりゃいいんじゃない。少しよいただきました。はい、というわけで有酸素運動、そうですね、外1時間ぐらいウォーキングしてみたいなというふうに思います。ちなみに筋肉マンマスク、はい、というわけでウォーキングから帰ってまいりました。プロテインシェイク一杯ということになります。水も2リットルいって、まあ、3リットルいっております。意外とやっぱり空腹にならないというか、普段どんだけ足が必要以上に食べてるのか如実に肌で感じますね。やばい、喉乾いてるから一瞬だなこれ。はい、おはようございます。4日目の朝、朝食リンゴ、ゴーティーチーンソー様。はい、ということでお昼も外で食べる形なので味変してさつまいもに今日のお昼はしようかなと思って仕込んで持っていきたいと思います。濡らしたキッチンペーパーでもう一枚くらいいっとこうか。ラップ、この状態で、レンジにかけます。このような感じになってます。タッパに入れて食べたいなって。おー、柔らかくなってますよ。ふかしたさつまいもを持参で持ってまいりました。うん、ずっとこの3日間バナナだったから芋のまた違う甘さにほろほろほどける身の感じはちょっとバナナとは違うし、あ、美味しいだわ。うん、お昼も完食です。6日目になります。まあどちらかというとゆっくりゆっくり落とすっていうよりもう短期間でダイエット法でもあるので辛かったりとかある。100回飛ばしていただきます。いきます。朝、最終日の朝になります。朝めんどくさくならないように前の日の夜にもう切っておくという形にしてサクッと朝食べれるようにします。ちょっと、出先の、外で食べようと思ってふかした焼き芋持参しました。バナナよりはさつまいも派かな。このアユダイエット終わってからも芋は食べちゃいそう。なんか改めて美味しさを知ったというか。最終日の夕食、はい、これがラスト、いただきます。ちょっと感慨深い。お腹が空くってことなかったから、まあこのねダイエット終わったらなんかこういろいろ食べるとは思うんだけど、暴飲暴食をしなくなるんじゃないのかな。もちろん食べちゃうだろうけど、そこまで食べ終わりましたっていうか飲み終わりました。明日の体重で全てがわかります。これで全く落ちてなかったらパーってなるけどね。アイユダイエット、5日、
乗り越えまして体重計乗ってみたいと思います。ゴーゴーゴー。